ハンドメイズテール次女の物語は1985年のマーガレット・アトウッドの小説次女の物語を原作として制作された2017年に始まるアメリカが主衆国のディストピアテレビドラマシリーズであるストリーミングサービス風流により制作配信されているシリーズは架空の第二次アメリカ内戦によって新たに成立した全体主義国家を舞台に 出生率が異常に低下して一部の女性が、次女、と呼ばれ性と生殖の奉仕を強制される、近未来のディストピアを描いている。シーズン1の最初の3話は2017年4月26日に配信開始され、残りの7話は週に1話ずつ配信された。2017年5月に、シーズン2の制作が発表され、2018年4月25日から、 週に1話ずつ配信された。2018年5月にはシーズン3の制作が発表され、2019年6月5日から配信された。2019年7月にはシーズン4の制作が発表され、2021年4月28日に配信開始されている。2020年12月シーズン5の制作が発表された。日本では 2018年2月28日に、Hulu でシーズン1が配信され、シーズン2は2018年8月29日から配信されている。シーズン3は2019年9月13日より配信されている。さらにはウワウでも2019年10月4日からシーズン1から3が放送されている。なお、ドラマシリーズではギレアドと表記されており、 原作の日本語訳のギレアデとは異なっている。ほぼ現代の世界で、性感染症と環境汚染のために、女性の不妊率は大幅に上昇し、出生率は異常に低下して、社会の存続が危機にさらされる。アメリカ合衆国では、内戦が起き、全体主義的かつ、キリスト教原理主義勢力がクーデターを起こして、ギレアド共和国を成立させる。 権力志向の強い指導者たちは、軍国主義と身分主義に基づく社会を作り上げ、女性たちは職に就くことも、財産所有も、金銭授受,受も読書も禁じられる。世界的な不妊危機に対処するため、聖書の極端な解釈により、数少ない妊娠可能な女性を、強制帳簿し、次女、と呼んで、もっぱら妊娠出産に奉仕させる。次女は、権力者の家に配属され、 個人の名前を奪われ、司令官と呼ばれる権力者の所有物としての名を付けられ、儀式的なレープを受けて子を設けるよう努めさせられるが、生まれた子は取り上げられて司令官夫婦の子となる。社会は身分制に縛られ、自由は制限され義務が強制される。次女たちは赤い衣装を強制され、家事を行う女中、たちは緑の衣装、妻たちは青の衣装を着る。 おばは女性たちを訓練し、目は人々を監視し、ハンターは国を逃げようとする人々を借り、イゼベルは娼婦であり、守護者たちは武装して、あらゆる階層の人間たちを見張る。街中には規則を破った男女たちの死体がぶら下げられる。ギレアドでは、科学技術は厳しく利用制限されているが、ハンターらはドローンを駆使して逃亡者を追う。一方、隣国のカナダは、 自由な社会を維持しており、ギレアドから逃げる、人々の亡命先となっている。アメリカ合衆国の後継国家であるギレアドは未だに、強国であり、他国は憲法と会議の目を向けながらも、外交関係を維持している。ジューン・オズボーンは、ギレアドの司令官、フレッド・ウォーター・フォードとその妻のセリーナ・ジョイの家に、配属され、フレッドの子を見ごもるための儀式を強制される。 厳しい規則に縛られ日常的な精査を受け、不適切な言動は厳しい処罰を招く。ジューンは主人の名に従ってオブフレットと呼ばれる。オブフレットはかつて結婚して娘、ハンナを儲けたが引き離されている。今は規則に従っていき、いつの日か自由になって夫と娘に再会することを夢見る。フレットは 自分たちが作った社会の現実に違和感を覚えて苦悩し、オブフレッドと過ごす時に安らぎを見出す。オブフレッドは、夫のルークがカナダで生きていることを知り、密かにレジスタンス運動に加わり、運転手のニックと密かに寝て妊娠する。オブフレッドは反抗した仲間の次女の処刑を拒否して捕らえられる。オブフレッドの夫ルークと親友のモイラはカナダへ逃げて再会する。 オブフレッドは、ニックの助けで逃亡するが捕まって、ウォーターフォード家に連れ戻され、出産に備える。エミリーとジャニーンら反抗した女性たちは、不完全女性の入れられるキャンプで、強制労働をさせられる。次女による爆弾テロで、多数の司令官と次女たちが死に、エミリーとジャニーンはキャンプから連れ戻されて、再び次女となる。フレッドが負傷し休養している間、セリーナは、 ジューンと協力して、夫の仕事を代行する。ルークとモイラはカナダで共に暮らし、外交交渉でやってきたウォーターフォード夫妻に、抗議運動を起こす。オブフレットはハンナに再会した後、出産した娘にコールと引き離されるが、授乳のために再びウォーターフォード家に戻る。ニックの若い妻イーデンは、不倫の罪で処刑される。衝撃を受けたセリーナは、女性の権利拡大を訴えて、 小指を切り取られる罰を受ける。女中たちのネットワークとニックの助けで、オブフレッドはギレアドから逃げようとし、セリーナが見逃す。だが、オブフレッドは、リディアを刺して逃走中のエミリーに、ニコールを託して、ハンナのいるギレアドに泊まる。エミリーはカナダに入り、ニコールをルークとモイラに渡す。オブフレッドは、ローレンス司令官の家に配属され、オブジョセフと呼ばれることになる。 病気の妻を抱え、妊娠の儀式から遠ざかっていたローレンスの窮地を救い、その助けを得る。さらに女中たちのレジスタンスのグループと協力して、子供たちをカナダに出国させる。ウィンスロー司令官にレイプされそうになり、殺してしまう。ウォーターフォード被災はニコールをカナダから取り戻そうとする。セリーナはニコールと時間を過ごすためにカナダに入り、夫を裏切って逮捕させる。 2016年4月に、自助の物語のドラマ化が発表され、主演には、エリザベス・モスが起用されたことも合わせて、発表となった。制作には、ブルース・ミラー、ダニエル・ウィルソン、フランシアーズ、ウォーレン・リトル・フィールドが参加している。原作者のマーガレット・アトウッドは、コンサルティングプロデューサーとして参加しているほか、シーズン1の第1話に、亀を出演している。また、モスは主演の他に、 プロデューサーも務めている。10月にリード・モラーノが監督を務めることが発表され、7月にはサミラ・ウィレイ、マックス・ミンゲラ、アンダードの出演が発表された。8月にジョセフ・ファインズ、マデリーン・ブルーワー、イボン・ヌ・ストラホフスキーの出演が発表され、9月にはオ t ティ・ファグベンル、アマンダ・ブリューゲルの出演、10月にはエヴァー・キャラディーンの出演。 2017年1月には、アレクシス・ブレデルの出演がそれぞれ発表された。2016年9月から2017年2月に、かけて、トロント、ミシサガ、ハミルトン、オークビル、ケンブリッジで撮影が行われた。3月23日に公式予告が YouTube で公開された。本シリーズは高く評価され、シーズン1は、 プライムタイムエビー賞には13部門でノミネートされ、作品賞、主演女優賞、助演女優賞、監督賞、脚本賞、ゲスト女優賞、シングルカメラ部門撮影賞、現代劇及びファンタジー部門プロダクション、デザイン賞の8部門で受賞した。またゴールデングローブ賞では、作品賞と主演女優賞を受賞した。シーズンには、 プライムタイムエミー賞には20部門でノミネートされ、ゲスト女優賞、シングルカメラ部門編集賞、現代劇部門プロダクション、デザイン賞の3部門で受賞した。シーズン3は、プライムタイムエミー賞のゲスト男優賞ドラマ部門、ゲスト女優賞ドラマ部門、現代劇部門プロダクション、デザイン賞を受賞した。ありがとうございます。